けましておめでとうございます。山田アリスです。いつもありがとうございます。2024年からですね、ヤギ座さんの運勢について、仕事、恋愛、お金全体ということでカテゴリーに分けてお伝えさせていただこうと思います。2024年の運勢というテーマで、主婦の友社様のマチュアリストというサイトでですね、十二星座別の解釈をした時に健康運っていうのも入っていたので、あ、そういえば健康っていうカテゴリー作っていなかったなと思いましたので、今回健康も追加してお伝えさせていただこうと思いました。まずですね、ヤギ座さん、4月11日がちょうどヤギ座の新月になっています。ヤギ座の新月で1月11日の20時57分ですね、頃に新月となっているのですが、様々な意味でのリセットのタイミングと言えるかなと思います。ですので、ちょっと配信前にちょっとなりそうなんですけども、ヤギ座の20度付近で新月となって、で、そこから冥王星の移動なんかもあるんですけども、まあ、それについてもお伝えさせていただこうと思っています。ちょうどヤギ座の新月がですね、1月11日の20時57分頃ですね、ヤギ座の20度付近ということで、これが新月になるんですね。新月は太陽と月がコンジャンクションと言いまして、0度で接点を持つ日となりますので、ことの始まり、あらゆることのリセットのタイミングなのかもしれないかなと思います。で、ヤギ座さんの場合はですね、ちょうど1月21日に、ですね、冥王星が一旦ですね、水瓶座へ入るという動きもあるんですね。で、2025年に向けてはですね、木星が牡牛から双子へ、土星が魚からお羊へ、天王星が牡牛から双子へ、海王星が魚からお羊へ、今のですね、2024年はヤギ座の冥王星が、まあ、15年間ヤギ座にいたんですけども、それが水瓶座へと移動するという結構大きないろんな意味での節目のタイミングなのかなというふうに感じています。現状ではですね、まあ変化は常になんですけども、いろいろと変化を感じておられる方もいらっしゃるかもしれないのかなと思うんですよ。まあ仕事で、まあ行けばですね、この1年間はあらゆる意味でチャレンジですね、挑戦であったりとか、それを楽しむっていう方に意識が向いていくような時だったかもわからないんですけども、それこそ5月の26日を機に、このタイミングで健康を意識していくことが必要で、ハードワークになっておられたりとか、される方は部下、後輩というところに、ま、恵まれるような面があるんですね。例えばこのアイデアを持っていたりとかですね、いろいろと情報をくれる相手、まあなんかその最新のってなった時に、やっぱりご自身より少しその年下、まあ年下が絶対情報を持ってるとは言えないんですけども、やっぱりなんかその可能性は高くなると思うんですよね。ですので、
部下とか後輩とかの位置づけの、まあ役職的にですね、位置づけの方、もちろんその関係性が対等であっても、ご自身が何か役割を肩書き的に役職を持たれておられる方は、その部署の、まあ、長の方とかですね、そういった方は部下の方のそのアイデアとか情報も含めて、それを上手に取り入れるっていうようなことが必要になるかもしれませんし、まあそれによって発展していけるっていうふうにもこう見えていくんですね。で、それにはですね、今までやってこられたことの、との調整が必要になるので、やっぱりご経験されている分、受け入れられないその新たなやり方っていうのもあるかもしれないんですけども、そこと上手に調整していくことができれば、まあ、この5月の26日から以降の1年間っていうのが、特にその情報が集まってお仕事を発展させていくための、そのマネージメント力が上がるとき、というふうに言えるかなと思います。で、そうすることによってその健康の部分も無理せずにですね、やるやり方っていうのを見つけていけるのではないのかなと思いますので。例えばそのご自身でお仕事されておられる方は、組織づくりみたいなところに意識を向けていかれるっていうのが5月26日以降の動きになってるんですよ。で、その5月の26日まではチャレンジであったり投資であったりとか、まあご自身が思うがままにその表に出ていかれることであったりとか、まあそれはある意味では表舞台で発表する機会であったりとか、公言する機会であったりとかっていうところに意識を向けていかれてもいいんですけども、それ以降は可能であればその割り振りとか分担とか、なんかそういうところの業務を優先させていかれても良いのかなと思います。それでね、その5月以降からっていうのが、ちょっとその土星の動きも変わってきてですね、例えば胃とか腹部ですね、そのそこがなんか病気とか言うわけじゃないですよ。その占いで病気って別に出るわけじゃないんですけども、その健康を気にするとすれば胃とかそっちの部分を大切にしていただいたらいいかなと思います。恋愛においてはですね、結婚視野に入れていただいてもいいんですけど、ちょっと恋愛は、楽しめる時だったのではないのかなと思うんですけどね。で、楽しめなかった方は、もしかしたら表に出ていかれる機会が少なかったりとか、例えばお仕事に、時間を費やしすぎて、あんまりプライベートを優先されておられなかったりすると、もちろんそら出会いは減りますので、恋愛も少なかったのかもしれないんですけども、運気の波の時期としては、楽しめる時であったという予定なんですね。で、5月の26日以降は、労働の場所ですね。お仕事の場所。もしくはその健康の場所っていうのもいいので、なんやろうな。トレーニングの場所であったりとかっていうのが、一応出会い運アップの場所となっています。健康に関するキーワードから周りを見ていただいて、これ以降出会いがない方はこういった場所で出会っていただいてもいいですし、もしくはこうパートナーがおられる方、この時にうまいこと出会えての方は、パートナーシップというのが5月の26日以降は、相手の役に立つことっていうのが大切になるかなと思っています。なので、まあ楽しくって、なんかこう、恋愛モードの時期っていうよりも、相手にとって、まあ必要な役割を果たしていかれるっていうことによって、まあ楽しいだけじゃなくてですね、お互いにその協力し合えたりとかですね、相手から感謝されたりっていうこともあるかもしれないかなと思います。もしくはその労働っていうところに避けた出会い運アップがあるように、パートナーと一緒にそのお仕事をされるってこともありかなと思います。お仕事の関係性の延長に、ご恋愛があったりとかっていうこともあるかもしれませんので、ちょっと期待をしていただいても良いのかなと。なんか協力し合えそうなので、いい関係性を築けるときかもしれないなと思います。もし、結婚を望まれる場合は、5月の26日までにプロポーズをされるとか、結婚に持っていくようなアクションをあなたの方から起こされる、ヤギ座さんの方から起こされるということも良いのかなと思います。で、そういったそのチャンスとか機会にも恵まれやすいのではないかとも思いますので、5月の26日までにちょっと結婚を考えておられる方はアピールしていただいても良いのかなと
思います。で、その際は、なんかこう、形ばっかりじゃないんですけど、形あるものを何か、ご準備されるのも良いかもしれませんし、牡牛座の木星期なのでね。で、お金に関しては、与えるっていうことが結果的に収入になるということがあるのが5月の26日までとなってまして、で、それ以降はですね、さっきお伝えしたみたいに、なんか団結力を高めるとか、マネジメントするとか、組織を確立するとかっていう、なんか実務的なことでお金をこう生み出していく時なので、まあ、上手に、それがうまいことできれば、増やせると思いますし、ちょっと肉体労働というよりも、ちょっと計算が必要になる時なのかなと思いますので、計算してうまいことを回していくっていうんですかね。で、そういった意味では、なんか多くたくさん使うっていうよりも、締めるところは締めるみたいな方が良いのかなというふうにも思います。全体的には、1月21日の天気ですよね。過去15年間のやり方からとは違うですね。何かが価値観ですね。大きく変わるときなのではないかと思うんですよ。なので重要視したことを、まあ一切重要視しなくなるっていうことかもわかりませんし、今までご自身の方向性をちょっと迷っておられた方も、これをずっとこのやり方で継続していくぞっていう決心みたいなものを固めていくっていうのも、この時期かもしれないんですけど、その水瓶座の冥王星ということで、本当に突然にその重要視するものが変わっていきそうにも思えるんですよね。突然。これを、まあ、手放したりとかですね。手放すっていうこともありそうですし、突然その、大きく手に入るっていうことかもわかりませんけど、どちらにしてもそのご自身の中で、この変えていくっていうことがあるのではないかと思うんですよ。なので、それがもうこの、ヤギ座から水瓶座へと冥王星が移るっていうことでもあるんですけど、まあ、ちょうどいろんなことが変わっていく時ではあるんで、居場所も含まれますね。この、魚座の海王星がお羊座に入る、土星がお羊に入るという動きもありますので、このあたりで、これが居場所や環境を変えていくっていうことにも、意識が向いていく時なのかもしれないかなと思います。ですので、今までの環境からですね、いろいろと気づいてきたものを変えていくってことも、必要になるかもしれないんですけど、まあ、どちらにしてもさっき言ったみたいに、チームっていうものも意識していただいた方がいいのかなと思います。なので、今までですね、単体でいろんなことをやっておられた方は、複数の関わりの中で、ご自身の立ち位置とか役割とかっていうのを、決めていく、ことになるかなと思いますし、もしくはですね、役に何かその、誰か主になる方がおられて、でその主になる方からの頼まれ事というんですかね、それを、まあ、になった引き受けたりとかするような役割も出てくる可能性があるかなと思います。なので、まあ、いろんな意味で、ご自身の整理をしていくような、ご自身の生き方の癖みたいなのを変える時でもありますし、まあ、様々な意味での整理っていうのをこう大きくですね、していくっていうのが、2024年からの2025年に向けてなのではないかなと思います。で、また、さっき言った突然の変化っていうのはこれだっていうのは決まって、そこから20年間っていうそのサイクルがこの冥王星のサイクルでありますので、これからある意味では20年間、いろんな意味で変えていくっていうことが、何を変えていく、いけばいいのかっていうところで、できるだけ過去の15年に、縛られずに、次の
テーマに乗って、その次のテーマをもう見つかってるかもしれませんし、それがこれっていうことがなんかじわじわ分かっていくっていう感じかもしれないので、そうなった時に、例えばご自身の仲間であったりとか、古くからの関わりのある人たちとの関係性っていうのも、ガラッとなんか変わっていく、変えていくことができる。まあそれはあなたが主で変えていくことができる予定なので、はずなので、なんかこう、あんまりこう悪く、恐怖不信みたいなものを持つことはいらないと思うんですけども、できるだけそのご自身の、さっき言った単体での動きっていうよりも、チームを固めていかれたりとか、団結を固めていかれたりとかすることによって、重要なものがより固まっていくっていうんですかね、その絆もそうですし、ご自身の重要視するものも、はっきりと、こう、安定感のあるものに変えていくための、そのアクションを、この2024年から起こしていただくと良いかなと。いうふうに思います。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございます。結構ヤギ座さん向けの動画を冥王星のその動きとか、結構ヤギ座に長いこと冥王星がいたので、それをメインにいろいろとお話ししていて、自分のチャンネルではヤギ座さん向けの動画が一番、アクセス数が多かったりとかですね、ヤギ座さんが特に、わかんないですけど、その多かったんですね。なんですけど、結構その配信がですね、結構ちょっと滞ったりしていたので、ラジオトークでですね、毎日配信という形にちょっと切り替えて、その皆様のご意見とかお便りとかを、そこでお伝えする場合もありましたし、こう1ヶ月ちょっとぐらい続けてきてるんですけども、ポッドキャストでも聞けるんですけどね、こまめにというかお伝えするような習慣に私自身も変えていこうと思っています。ですのでちょっと YouTube の編集作業みたいなするのがですね、結構目が悪くなってきたりとかですね、なんかちょっとこう痙攣じゃないんですけども、そういうことも増えてきたので、年齢もあると思うんですけども、ちょっと更新頻度が今回も約束した時にできないかもしれませんので、もしその場合はそのラジオトークを使って回答させていただこうかなと考えています。で、来月からちょっと別のやり方というかっていうのも取る予定になってますので、月にっていうのも約束できるかどうかちょっとわからないかなという感じがするんですね。そのまだちょっと 2月以降わからないんですけども、一応もしその新しい事業の方がうまいこといけば、こちらの占いの配信っていうのは頻度減りそうな感じもありますので、一応ヤギ座さんちょっと特別な星座なのでお伝えさせていただこうと思いました。とうとうのこのショート動画とかこういうのはやっていこうとも思ってるんですけども、まずそれをお伝えさせていただこうと思っています。またご存知の方もおられるかもわからないんですけども、1月21日にインスタライブをコラボでさせていただく予定もあります。でもし時間あればですね、1月21日の11時36分からご参加いただければと思います。人気漫画家の大久保ひろみさんとクリエイターさん2人とですね、行う予定で、次ちょっとその宣伝のやつを流しますので、またもしご興味ある方はこのまま続けてご覧いただければと思います。この1年がヤギ座さんにとって良い年になりますようにお祈り申し上げます。またですね、この次の20年もですね、もし今まで苦しいなと思われていた方も、新たな価値観を、胸にですね、違うテーマに向かって進んでいける時だと私は思いますので、ぜひですね、この天気をですね、うまく活かしていただけるようなアドバイスになっていたらいいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。長々すいません。失礼します。